綿洋市、綿洋市、綿洋マイナス市は、中華人民共和国四川省に位置する地球市。昇海生都市に次ぐ四川省、第二の都市で、古くから生産力の高い農村であったほか、電子工業や高等研究機関が集積する。綿洋とは、町の北に面山があり、またかつては、綿水、河の左岸に、市街中心部があったことによる、 綿洋の面積は2万平方キロメートル以上にわたり、うち、市区の面積は110平方キロメートル。綿洋市街は、生都市から93キロメートルの距離にある。東は、南三つ市、西は、徳陽市、南は、水泥市、北は、広本市、阿波州、寒宿省路を南市と隣接する。四川盆地の西北部にあたるが、北東から南西へ伸びる龍門山脈。 旧長山を境に、地域の北部や西部は貧酸山脈などの険しく高い山々からなる。地域の面積の61%が山地で、丘陵が20.4%、平野は18.6%でその多くは大きな川の沿岸にある。河口地面積は四川省でも4位であり、水田が多く、三期作、一年三考が可能。気候は亜熱帯気候で、 年平均降水量は1100ミ、mm、リメートルと多い。年平均気温は14.7度から17.3度で、夏の最高気温は39度、冬の最低気温はマイナス5度。年平均湿度は71%。免用市街には三本の主要河川、すなわち港、風港、安ンさえ、不要系が貫く。その中でも、下量港の大きな支流である。 人は、貧山山脈の山中にある、平武市県から深い渓谷を延々と流れてく。2004年には三考台、ダムが完成し、聖湖に匹敵する、人口湖ができた。民族は、漢族が多いが、チベット族や共族、海族などが住み、特に山岳部では多い。2010年の統計により、2010年の人口は461万3862人で、 10年間55万6279人間であった。紀元前201年に、艦長の高祖が、県風県を設置して、以来、2200年の歴史を有する。また伝説では、皇帝の日で養蚕の祖でもある。祖は、地域内の潮帝県にあった、清涼国出身とされる。またその子孫で、夏王朝の創設者とされるは、父、今が西、京の三。 石碑も現在の北共俗実地圏に封じられたために、同地で生まれたという。三国時代には、食堂の喉とされ、漢中と食堂を結ぶ、山岳地帯の通路の入り口として、戦略的に重要であり、後には、面州と改められた。三国時代の武将、蝶はこの地に葬られている。また多くの文学者ゆかりの地でもある。関代の文豪、 幼児雲は久しくこの地に住んだ。東代の詩人李博は、父の転居に伴い少年時代を、植軍、面州の明明県、現在の高ラシで過ごしたとされる。また、北宋の文豪、王陽治もこの地で生まれたとされる。その他、新代の学者、李朝元、現代の小説家、砂渚、二十世紀の科学者東華瀬ンもこの地の出身である。 2008年5月12日に発生した四川大地震では、震源地から最も近かったため、特に北川ちゃん族自治県に最大の被害を出した。三四かつ一県級、四四県、一自治県を管轄下に置く。免用周囲は、農村地帯であり豚、牛、羊、木材、竹、果物などを産出し、豊か谷酒業など農業。 食品関係の企業も多い。その一方で、電子産業の都市であり、工術のような研究機能も集積している。四川省、第二の経済都市であり GDP も1700.33億人民元、2017年、都市選省に。主な大企業には、超高グループ、九州電気、古山電子などがあり、家電や電子製品の大工場を構えている。 山岳部には炭鉱などの鉱山や水力発電所が多数ある。空港鉄道道路、名誉は中国屈指の研究機関が集中し、中国西部の科学都市、中国西部科学上の異名を持つ。これは文化大革命時、核戦争を想定して沿海部から内陸部へ研究機能や工場を移動させた三戦説の重要な拠点として、四戦省、 特にメミオが選ばれたことによる、市内には科学者や技術者が18万人いる。特に重要な研究機関には、中国最大の核兵器研究、生産機関の中国工程物理研究院、チャイナアカデミー・オブ・エンジニアリング・フィジク、中国最大の航空力学研究機関である、中国空気動力研究発展船、チャイナエアダイナミクス・リサーチデベロップメント、 センター、中国年期譲りん研究員などがある。これらは、原子力発電、核兵器、ミサイルなど、戦略的に重要な研究を行い、国務員からの多大な人的支援などを得ている。中でも中国工程物理研究員は、かつて大級研究員、球院と呼ばれていた重要な機関で、九百六十九年に、北京から内陸の四川省、名誉及び広本に移され、 1983年9月、各地にあった研究所を、名誉の広さ5平方キロメートルの研究地区、839地区に集約して、現在に至っており、8000人以上の研究者が、核開発に従事している。そのため、中国のロスアラモスという異名もある。教育機関には、西南科技大学、免用師範学院、西南在教大学電子商務学院、 四川大学農学院など多くの大学や、免用職業技術学院、免用医科学校、免用青年記念工程学校などの専門学校があり、また、中学、高校などの教育にも熱心である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。